どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はレッドアイズデッキ組んできたので、ご紹介していこうかなというふうに思っております。もう完全にね、誘発とか墓穴とかもう全部抜いたエンジョイ構築なんですけど、楽しいですね。レッドアイズね、基本的に強い動きはやっぱりこれなんですよ。レッドアイズファング、これを先行で、構えたり、できれば相手のモンスターをねパクれるんで、妨害になってるからこれ非常に強いという、そういう話なんですけれども、ですね、この時完全に先行用となってまして、後攻を取るのが一番きついっていうのと、あと普通にガチ対戦をした場合、ウララとかゾウジとかハカラとかバンバン入ってるような環境だとちょっと厳しいかなとは思うんですが、レッドアイズって簡単なんですよ、結構回すの。これなんでかっていうと、アナコンダ立てるとレッドアイズフュージョン落とせるんで、レッドアイズフュージョンを、ぶち込むとレッドアイズの融合体が出せますよっていう、そういうデッキになってるんですけど、今回はとにかくね安定感を、一応出すことを目的にしてまして、主な回し方はね、対戦動画を見ていただければちゃんと分かるようになってると思うんで、そっち見ていただければと思うんですけど、基本的にはイゾルデを先行で立てていく、もしくはイゾルデ立てた後に、ベルテアナコンダできればいいんだけど、イゾルデが立てない場合もベルテアナコンダを頑張って立てて、で、先行で、スラッシュドラゴンを立てるみたいな動きを、していくのが主な先行の展開になってきます。レッドアイズはですね、いろいろ融合モンスターがいましてね、いろんな融合モンスター、これ禁止だけどこいつ禁止だけどさ、いろいろ融合モンスターがいまして、強いのいくつかいるんですけど、僕は基本的に、スラッシュドラゴンに全信頼を置いてるんで、こいつを、使っていく構築にしています。もちろんね、全部入れてもいいんですけどね、もちろんね、この辺のモンスターも出そうと思ったら出るんで、入れてもらっても別に全然いいんですけど、僕の場合は、スラッシュドラゴンに全信頼を置いて、スラッシュドラゴン以外のところに、エースモンスター、例えばカオスソルジャーとか、ゴッドフェニックスギアフレードとか、この辺のモンスターを、第2の第3のエースとして、出していって、でこいつらでぶん殴っていくみたいな構築にしてますね。基本的な回し方なんですけど、エクスパラディンとか、これ何でもいいんですけど、この辺のモンスターたち、戦意速2体並べるモンスターを、使いまして、イゾルデを出しますと。でイゾルデ効果で、後続のリンク召喚成功時、後続のカオストージャーかなんかを持ってきておいて、でイゾルデのいつもの効果で装備魔法を妖刀竹光墓地に送って、リナルドを特殊召喚すると、これいつもの動きですね。でリナルドの効果で特殊召喚に成功したら、墓地の装備魔法を回収できるよっていう効果があるんで、これで妖刀竹光を墓地から回収しながら、妖刀竹光が墓地を変えた時の効果で黄金色を持ってくるよと。で、妖刀と黄金色がこれで揃うわけですよ。要するにネオスペースコネクターとかエクスパラディンからイゾルで立てながら、戦意速出して、2ドローギミックが揃うわけですね。これが非常にお手軽な、おしじの方が有名なコンボになってるんですけども、これを使って、2ドローしながら、スラッシュドラゴンを立っていくっていう盤面を作っていく感じになりますね。で、2ドローしたカードで、例えばレッドアイズインサート引いたら、レッドアイズのお土産、修学旅行のお土産持ってくるでもいいですし、お土産あるんだったら蘇生とか持ってくるでもいいですし、リターンオブレッドアイズで、このライトニングロードエベルデーモンを蘇生する動きの準備をしてもいいですし、みたいな感じの動きになっております。で、戦意速が引けない場合でも、一応ブラックメタルドラゴンがいまして、ブラックメタルドラゴンは墓地を送られるとレッドアイズカードを持ってこれますんで、もう最強モンスターね、このレッドアイズダークネスメタルっていう、もう最強のモンスターですよ。これをサーチすることができる。今リンク召喚ありますんでね、こいつ1体をリンクリボーンに変えるなり、ピスティ変えるなりすれば簡単に持ってこれますんで、基本的にはブラックメタルドラゴンを召喚して、でこいつを1体ピスティに変換して、でピスティを除外してレダメを出すことによって、レダメ効果でもう1回、ブラックメタルを特殊召喚して、で2体で、アナコンダみたいなこともできますし、そのまま装備してね、レダメに装備しといて、打点3400にしといて置いとくとかでもいいですけどね、別にね、はい、それはお好みでっていう感じです。はい。でこのデッキ一応超融合ができますんで、この人入ってるからね、なんで、超融合の用のモンスターが入ってるっていうのと、あとはランク7が一応並ぶことがあるんで、あんま出さないですけど、まあ、レッドアイズとスラッシュドラゴンとかで、まあ、ビッグアイとか、フレアメタルとか出していく感じになりますね。で、2回はほとんど融合しないんで、なんで、まあ、別に2枚でいいかなっていう、1枚でもいいかなって思ってるんだけど、まあ、一応2枚入ってますね。蘇生して、レッドアイズを蘇生して融合は一応できるんで、一応2枚入ってるんですけど、ほとんど2枚出したことないんで、これ1枚でいいかなとは思ってます。はい。で、真のエースはね、ここなんですよ。このデッキは。これなんでかっていうと、スラッシュドラゴンで相手の先行展開、スラッシュドラゴンとあと、これお土産。で、先行展開を止めて、で、3ターン目で攻めていくデッキなんで、3ターン目にカオストロジャー怪物の使者を、まあ、イゾデで持ってきたやつを出していって、でさらにレッドアイズフュージョンで墓地の送ったローランの効果でエンドフェーズにね、炎属性戦速モンスターをね回収できるよっていうデッキからっていう効果があるんで、これでフェニックスギアフリード持ってきて、基本的に3ターン目にはカオストロジャーとゴッドフェニックスギアフリードが手札にある状態なんですよね。だからここで、カオストロジャーとゴッドフェニックスを出していって、まあ、カオストロジャーであれば、まあ、連打効果もまたは除外する効果を使って攻めていくし、ギアフリードであればこいつめっちゃ強くてね、対象に取んない除去できるんですよね、モンスターを。この方が攻撃するダメージステップの開始時にこの方以外のフィールドの表側表示モンスターをパクって装備することができると。でさらに、装備カードがあれば、装備カードを墓地を送るとモンスター効果無効にできるよっていう効果もあるんで、まあ、この2体が真のエースで攻めていく。先行はスラッシュで、3ターン目にカオスソルジャーとゴッドフェニックスギアフリードみたいな感じのデッキになっております。早速ね、動かし方をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。先行はもらった。よっしょ、 OK。 これピーピングできるぞ。これはピーピングができる。まずはネオスペースコネクターを召喚。ネオスペースコネクターの召喚成功時の効果発動。ネオスペーシアンモンスターを1体デッキから特殊召喚するぜ。そしてネオスペーシアンキモイルカの効果を発動。キモイルカの効果は手札を1枚捨てることにより相手の手札を全部ピーピングして、その中からわからんじゃあわからんメタルフォーゼわからん、マジでわからん、ガチめにわからん。あ、でもこれ合気これ800じゃん。攻撃力やった。破壊やり、これあんま破壊できないんですけどね、フィールド上にその破壊するモンスターの攻撃力以上のモンスターがいると破壊できるっていう、そういうね効果なんですけど、普通破壊できないんですけど、なぜか破壊できました。ありがとうございます。そしてレッドアイズの追走イゾルデをリング召喚。さあ、親の顔より見たムーブ。そして聖騎士の追走イゾルデの効果、レッドアイズの追走イゾルデの効果を発動。デッキから手札に加えるのはもちろんカオストルジャー怪白の使者、そして、レッドアイズの追走イゾルデのモンスター効果発動。このカードのモンスター効果により、デッキから装備魔法カードを2位の枚数墓地の送り、墓地へ送った枚数と同じレベルのモンスターをデッキから特殊召喚。これも親の顔より見たムーブ。リナルドを特殊召喚。そしてリナルドのモンスター効果発動。リナルドの特殊召喚成功時、墓地の装備魔法カードを1枚手札に回収することができる。そして妖刀竹光を手札に回収し、さらに妖刀竹光の効果も発動していく。妖刀竹光は黄金色の竹光を手札に加えることができる。これで2ドローが確定していく。これが最強ムーブ。これが現代遊戯王最強ムーブ。そして2体のモンスターで、これ先こっち出そう。リナルド特殊召喚で、リナルドアナコンダ。アナコンダの効果を発動。アナコンダの効果によりデッキから融合魔法カードを1枚墓地の送り、その効果をコピーする。俺がコピーするのはレッドアイズフュージョン。ブラックマジシャンとレッドアイズの魂を墓地で埋葬し、ドラグンオブレッドアイズを融合召喚するぜ。ごめんなさい、嘘です。レッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚。ドラグーンが消えてしまったのでね、このモンスターはあまり出張性能がなくなりましたねこれスラッシュドラゴン出してんのマジディンクスミン歓喜しそうで、レッドアイズインサイトの効果を発動。レッドアイズインサイトの効果によりレッドアイズライトニーロードエブリデーモンを墓地に送り、もちろん修学旅行のお土産を持ってくるぜ。そして手札より妖刀竹光をレッドアイズスラッシュドラゴンに装備。ちなみに妖刀竹光が2枚ある場合はここは無効にしていいです。はい、無効にすると小金色の竹光持ってこれるんで4枚ドローできるんで、そうするといらねいらなドロー弱っまあいいや。セットここでもう1枚お土産とか引けるとマジで宇宙が起こるっていうね、まあ、そういう話。そしてローランの効果を発動。墓地のローランの効果によりデッキから炎属性繊維速モンスターを手札に加えることができる。これによって次の開始のターン、俺は怪爆の使者とギアフリードを特殊召喚することが確定している。お前のモンスターは除外、そしてお前のモンスターはパクるっていう場面が整ったぞ。大丈夫か？とりあえず装備しとくわ。そしてフリーチェーンでお前のモンスターはパクらしてもらう。修学旅行で買ってきたお土産を装備しておいた。レッドアイスラッシュドラゴンにな。この修学旅行のお土産は相手フィールド上のモンスターをフリーチェーンでパクることができるぜ。メタルポーズや。マジでメタルポーズわかんないんだけど、これ何したらいいのこれガチでわからん。パラメタルフォーゼマジでわかんない。何それ、何が起きるのこれから。僕知ります。なんかメタルフォーゼってさ、ヘビーメタルフォーゼエレクトラムっていうなんか爆発的にヤバいやついるじゃないですか。あれパクったらいいんじゃないの。なんかめちゃくちゃ爆発稼ぎやついいんじゃん。リミット1のあれをね、止めればいいんじゃないかなと思うんだけど。メタルフォーゼマジで誰やねモンスターしか、誰やねモンスターしか出てこんわからん。ペンデラムテーマ組んだことねえからわからんほとんど。一応あったわ、ペンデラムテーマ組んだこと。妖戦獣っていう最強デッキ一応持ってるわ。あれはペンデラムテーマなのかって言われるとわかんない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 。これどうしたらいいのこれ。とりあえずまだ何も起きなそう。あ、これ絶対ダメ。これ絶対ダメ。こいつ許しちゃダメ。あ、まあ、リンク召喚成功時の効果はいいや。リンク召喚成功時の効果はいい。なんかあれでしょ、ペンデラムモンスター加えんだよね、自分のエクストラデッキに。それは知ってんだよ。で、アストロクラーク出てくるから、絶対これ。だから、この、起動効果、1対1度みたいな効果を止めればいいから。エクストラデッキに加えるのはいいや。ここだー！修学旅行のお土産発動！修学旅行のお土産の効果により、お前のエレクトラマを装備させてもらうぜ。お前のモンスターは俺のもの。おい、おい、のび太！お前のモンスターは俺のもの。俺のモンスターも俺のものだ。よし、完璧だ。完璧だ。相手なんもできてね。よし。何がヘビーメタルフォースだ。バカ誰か。レッドアイズの前にひれ伏せ。レッドアイズ、ダークネス、メタルドラゴン。こっからゲロやばいムーブしますね。まあ、ちょっと癖カードちょっと怖いけど、一応。ゲロやばムーブして、まず、一旦挨拶で、アクセスコールトーカーすればいいか。こことここでまず一旦アクセスでアナコンダ2体の素材にして、で不正カードちゃんと割って、これ現代遊戯王の闇ね、このモンスター、これ現代遊戯王の闇モンスターでアクセスコールトーカーの効果発動。アクセスコールトーカーの効果により、打点を2000ポイントアップさせ、そしてアクセスコールトーカーの効果発動。墓地より、こいつを除外して相手のフィールド上のカードを1枚選んで破壊する。この効果に相手はチェーンをすることができない。そしてアクセスコールトーカーのもう一つの効果も発動して、これはどっちを破壊したらいいのかよくわかんないんだけど、まあちょっとでかいスケール破壊しよっか。はい。D、レダメ効果発動。墓地のレッドアイズブラックドラゴンを特殊召喚。お前に龍崎からパクったこの超激レアモンスターを見せつけていくぜ。おりゃー。そして俺は墓地で存在する装備魔法カードを1枚ゲームから除外することにより最強モンスターを爆誕させる。現れろフェニックスギアフリード。そしてさらに墓地に存在する光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外し、現れろカオストロジャー開闢のシャー。おりゃーつえー見てくれ、最強すぎる。見てくれこの盤面。レッドアイズスラッシュドラゴンの効果発動。レッドアイズモンスター攻撃宣言を行う場合、墓地の戦速モンスターをこのカードに装備することができる。この効果は一旦一度の制限はついていない。そしてレッドアイズブラックダークネスメタルドラゴンでダイレクトアタック。おりゃー。あ、計算ミスったちょっと待って計算ミスった、やばい。ちょっとダークメガフレア、計算ミスったー、完全に計算ミスったー。これでとどめさせようと思ったけど、ちょっと変な感じになったいけ、現代遊戯王の闇アクセスコールトーカーでダイレクトアタック。おりゃー。これがレッドアイズできた。ちょっと殴る順番間違えたの痛いな。やっぱね、先行取れた時このデッキめっちゃ強いんだよね。あ、これもなんか強そう。レッドアイズ90なんけど、ネオスペースコネクター召喚。ネオスペースコネクターの効果発動。ネオスペースコネクターの効果によってキモイルカを特殊召喚。キモイルカの効果発動。キモイルカの効果でレッドアイズ90を墓地を送って手札見して。F だー。なるほど。なるほどね。F だ、結構ね、楽しいデッキなんだよね。ちょっとデッキ俺も組んでるから、また今度ちょっと動画にしようかなと思うんだけど、F だは結構楽しいデッキです。はい、非常に。でとりあえず1 4 1発動で。1 4 1発動、ネオスペースコネクターを墓地送って、レッドアイズ、いやブラックメタルトロゴンを特殊召喚。出しといて、で、イゾールデ。みんな大好き、イゾールデ。レッドアイズの追走、イゾールデを特殊召喚。イゾールデリンク召喚成功時、効果発動。戦士速を持ってくるよという効果。で、ここで持ってくるのはもちろん、開闢の使者。これは次のターンの攻め手ですね。はい。次のターンの攻め手を持ってきていく。そして、イゾールデ効果、手札をデッキから装備カードを墓地を送ると、リナルドを特殊召喚できるという効果。で、これが親の顔より見た、イゾルデリナルドムーブね。で、リナルドの効果、特殊召喚成功時、墓地の装備の方カードを1枚回収することができる。で、イゾルデ、間違えた、陽動竹光の効果発動。で、竹光カードを持ってこれるんで、ここで強欲な壺を持ってくると。強欲な壺を回収。よし。で、まず一旦ピスティ出しちゃっていいかな。レダメア出しておきましょう。ドラゴン族レベル4以下のドラゴン族モンスター1体オサキットコンバインリーク召喚現れよ守護竜ピスティ。そしてブラックメタルドラゴンが墓地に送られた場合レッドアイズカードを1枚手札に加えることができる。そしてフィールド上のドラゴン族モンスターをゲームから除外しレッドアイズダークネスメタルドラゴンを特殊召喚。そしてダークネスメタルドラゴンの効果発動墓地のブラックメタルを特殊召喚。そしてブラックメタル1体でリンク召喚おらリンクリボー。ちなみにこのブラックメタルドラゴンにターン制限はついておりません。ブラックメタルドラゴンの効果発動ブラックメタルドラゴンの効果によりレッドアイズカードを1枚を手札に加える。そうここで送られるのはもちろんレッドアイズインサイトを持ってきてそしてレッドアイズインサイトをそのまま発動レッドアイズインサイトの効果によりレッドアイズカードを1枚墓地に送りレッドアイズ魔法トラップを1枚手札に加える。お土産でいいやお土産2連打したろ。で2体のモンスターでリンク召喚をしていく。リンク召喚をしてみよう。リナルドとイゾルデでリンク召喚現れろプレデタープランツベルテアナコンダ。そしてベルテアナコンダの効果発動2000ライフポイントを支払うことによりデッキから融合魔法カードを1枚墓地に送っていく。そしてレッドアイズブラックドラゴンとローランの魂を墓地に送り現れよレッドアイズスラッシュドラゴン。そして妖刀竹光をスラッシュドラゴンに装備。そして竹光カードが存在する場合このカードは強欲な壺として扱うぜ強いいいよこれ非常に強いね。これもう圧倒的最強先行ムーブと言っていいね。で、ブラックメタルはこっちに装備でいいかな。いやレダメの方が生き残ってほしいからレダメあるなワンレダメの方がいいかレダメ装備しよう。レダメ生き残ってりゃどっちにしてもスラッシュドラゴン創生できるんでレダメに装備しといてで最強カードをセットして修学旅行2回行ってきたんだよね。修学旅行2回行ってきたから修学旅行のお土産2個あるんだよね。でローランの効果これでゴッドフェニックスギアフリードを手札に加えていくぜ。これによって後続もしっかりと確保していく。最強じゃねマジ強えわ。でもレッドアイズ最強や。とりあえず両方とも装備しとこう。はいはいどうぞライトニングストームだけやめてください。はいライトニングストームマジって聞いてないんでライトニングストームだけほんとやめてくださいって感じなんですけども。さあお前のモンスターは2回ほどパクらしてもらうぜ。なんもできんだろこれ多分なんもできないおそらくね。相手これ妨害なかったらこうなるんでマジでガチできた相手だとしてもなんか相当強いと思う。これが決まればね。ちなみにイゾルデの何効果特殊召喚効果にパクればいいんじゃないこれ。モンスター2台生成しちゃうんでこっちパクりましょう。はいあ間違えたやべちょっと外す方間違えたやべ外す方間違えたこっちじゃねえ右側の方やった。まあいいやおほらな、こうなるわけですよ。やっぱりお土産って最強なんだよね。修学旅行のお土産ってほんと最強なんだよ。このカードマジ強いから本当に。どうしようかな。これ何がなんかもういろいろできるけど、いろいろできすぎて何からやればいいか全然わかんねえな。とりあえずアクセスする。とりあえず黒金竜を墓地から蘇生して、はい、おいで、まず一旦あれか、トロイミアユニコーンすればいいのかな。これユニコーン出して、ここと、はい、でユニコーン特殊でユニコーン効果発動、手札を1枚墓地に送る。あ、そうか、チェーン1、チェーン1ユニコーン、チェーン2黒金竜効果発動、手札を1枚墓地に送ることによって相手のフィールドのカードを1枚対象に取り、そのカードをデッキにバウンスさせてもらうぜ。そしてブラックメタルドラゴンの効果も発動。この効果によりレッドアイズカードを1枚を手札に加えることができる。ジョーカーズワイルド、いいだろう、いいだろう。さあ、ジョーカーズワイルドコピーするんだよな確か。効果を絵札カードの効果をコピーしていく。ストレートね、オッケー、了解で、ストレート効果で、モンスターが2体出てくるかもしれないと。いいだろう、よろしい、もう全然いいですよ。出てくるのはもう全く問題ない。で黒金竜の効果を発動。黒金竜の効果によりレッドアイズインサイトを手札に加えていく。レダメはね、名称指定ターン1にエラッタされてるんで、今気をつけてくださいね皆さんね。復帰勢の皆さん、レッドアイズダークネスメタル君ね、若干弱くなってるんですよね若干ね。でこれと、はいと、リンクリーでリンク召喚で、現代遊戯王の闇、現代遊戯王の闇ことアクセスコールトーカー特殊召喚、アクセスコールトーカー、そしてアクセスコールトーカーの効果発動、トロイメやユニコーンのリンクマーカーの数かけで1000ポイントの攻撃力をこのモンスターの攻撃力とする。そしてアクセスコールトーカーの効果発動、墓地に存在するリンクモンスターを1体ゲームから除外し、ゲート上のカードを1枚を選んで破壊することができる。アクセスインテグレーション、そしてアクセスコールトーカーの効果発動。このカードは除外するモンスターの属性が違えば相手のフィールドのカードを何枚でも選んで破壊することができる。そしてレッドアイズインサイトを発動。レッドアイズインサイトの効果によりレダメを墓地に送ることにより最強のカード修学旅行のお土産を手札に加えさせてもらうぜ強すぎるなんて強いんだ。光属性モンスターと闇属性モンスターを自分の墓地よりゲームから除外することにより、レッドアイズ何や、もうレッドアイズなど消え去れ。開幕の使者を特殊召喚し、さらに装備魔法カードをゲームから除外することにより現れよフェニックスギアフリード。これが最強のレッドアイズ場面だ。これも召喚してこう、効果発動一応しよう。フィールド上の装備カードを墓地に送ることによってフェニックスギアフリードは、モンスターの効果を無効にすることができる。これ先に一応2ビルケアするんだったら先に出した方がいいですね、はい、うん、そして怪物の使者の効果を発動。このモンスターは戦闘で相手モンスターを破壊した場合もう一度続けて攻撃をすることができる。行けレッドアイスダークネスメタルドラゴンでダイレクトアタック。そしてブラックスラッシュドラゴンの効果を発動。墓地に存在する戦速モンスターを一体装備することができる。見よこの最強盤面、くったばりやれ。レッドアイスラッシュドラゴンでスラッシュメガフレア、つえー